この番組はポンとチャオという YouTube 出身の2人が毎週いろいろなアニメーターに2人の出演シーンの一コマを作ってもらい、どんな役が演じられるかを模索し、あわよくば世にあるメディアへポンとチャオとして登場するオファーに結びつけたいという2人の野望を描くドキュメンタリーである。楽しそうですね、ポンちゃん。だっていろいろお芝居できて楽しくない？楽しいのです。先生によって私たちのメイクも変わりますしね。まるで別人になっちゃうからね。はい、顔の大きさまで。今回はどんなセリフを入れてやろうか。真面目にやらないとそろそろ怒られますよ。真面目って何？え、今日は二人にアイドルになってもらいます。アイドル？できるか心配なのです。よし、気合い入れていくよ、チャオ。はい、なのです。可愛いの期待してるよ。どんと来いや。寒さ染みゆくこの季節、波声ささやく北の地で、女は出会い、寂しさ胸に行き着く先は白金に浮かぶ赤ちょうちん。それでは歌います。迎え酒。そうきたか。二日酔いに迎えたこの酒を。あら、上手。レックス。ポンのアンテナ、愛は自信中。チャオの尻尾も自然とフリフリ。みんなへ届け、私たちのラブビーム。なんか予告編みたいで嫌かも。本番は普通にやってみましょ。次じゃ。行くよ。今日は来てくれてありがとう。うん、イエイ、私たちのデビュー曲。はい、オーケー。歌わんのかい。じらしますね。普通が一番じゃないですかね。そのうちミュージックビデオ作ってもらいましょう。うん、そうだね。歌もいけるってところを見せつけてやろうぜ。そうなのです。なあ、しかしミニキャラは骨格変えないとだから全身痛いわ。でもちっちゃい私たちも可愛いのです。グッズにしやすそうだ。金儲けばっか考えてる。グッズ業界様、ご連絡お待ちしております。お、そうきたか。私はインダス。まあ、かくいう私も確か日劇の舞台で歌ったこともあったような。お問い合わせフォームは www.bridge-ang.co.jp。 LINE スタンプも絶賛